ローテータカフを痛めてしまいました。治し方やサプリ、食事方法だったら教えてください。あとどれぐらいで治るか、時間がかかりたいか知りたいですと。これはね、ローテータカフ何度も言ってるけれども、ローテータカフを痛めた場合、まず休む。で、これで無理してやってると、これの肩みたいになっちゃう。まず休むということで、これはね、どれぐらい痛めてるかは、やっぱりね、X-ray か CT スキャンを取らなきゃわかんないので、それでちゃんと調べて、治るまで、やらない、痛めてしまったっていうぐらいから相当痛めたんだろうね。これもちろんその後リハビリとかね、これ痛めると痛めたところで やめるのが絶対条件。これでじわじわ続けてるとどんどん悪くなるからね。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。